皆さん、こんにちは。杉山直子でございます。今年もたくさんの質問ありがとうございました。順番にお答えできればと思います。では、早速いきましょう。まず1番。行動分析役入門第13章。2冊ありますけれど、これのことですね。これのことですね。はい。えっ、ー、と、刺激弁別の随伴性ダイアグラム。はい。で、SD と S デルタが行動が記載されている箱と同じ時間軸位置に記載されていると。 実際のの時系列でででではは行動の直前ではないいしょううかという質問ですね何をおっしゃりたいかというとこれなんですよ。これがえと実際の13章のダイグラムいくつかありますが本来だったらこの引き金を引くっていう行動の前にブレランドがいるかいないかっていう弁別刺激が提示されるだろうと。だから左から右に時間軸が流れてくるとするとですね行動よりもこの図では行動と同じ この時間軸位置にいないいるって SD と s デルタがあるけどもっと直前あの行動よりも前つまり言ってみるならばですねその例えば今ここにあるんだけどここになくちゃいけないだろうと行動よりこう時間軸がね時間がこう流れてくるとするとこの行動よりももっと前にここに SD があってここに s デルタがなくちゃいけないだろうと。 いいうのがおっしゃりたいことなわけですで、はい、でこの方はですねさらに、えー、139ページの随伴性ダイアグラムこれは第10章なんですけど実際に弁別刺激が直前の位置に書かれてるじゃないか矛盾してるじゃないか違うじゃないかっていうことをおっしゃりたいわけですね。はい、でこれ10章の一部ですが10章にはやはり同じように S, あの S デルタを含む随伴性ダイアグラムがあって えとここではでですね、えー、とここでは要するに行動が真ん中行動よりも前時間時間こう流れてると行動よりも前にちゃんと弁別刺激が来てるでしょうとなんで10章ではこういうふうに時間軸通りになってて、えー、と13章ではならないのって質問ですねはいあの質問されて教科書を見て仰天しましたはいあの要するにあの 10章と13章で記述の仕方が違うっていうことに、はい、質問を頂い,いて初めて気が付きました。そういう意味で大変ありがとうございます。で、えー、と無理やりいくつかあの、えー、説明します。はい、えっ、ー、と、なるほどねあの、確かにそうですよね、あの初めて読む方はあの刺激性セルのこのダイアグラムを見ると、なんか違うこと書いてあるんだね、10章と13章で、変だなと思う。 本当に申し訳ないいと思いますで全然解説なしで読む方にとっては、はいで。もしこれを改善するとすればですねあの島根先生おっしゃったようにこの本改訂してますけど、まあ、そこまではできないだろうな申し訳ないけどって感じなんですがでも書くとすると行動っ前にあるとは限らないわけですよ弁別刺激っていうのは。えーとまあこれまあ、書くとしたらそういう意味ではこの前直前から行動のこの辺ですねこの辺に書くのが。 まあいいかなと、はい行動にも引っかかったし行動がを実際にしているときにも便秘刺激が提示され続けるってこともありますので、もし本当に時間軸っていうことまでねあの踏み込むんであればまあ、こう細長く書くのも一つの手であろうというのが一つの回答です。だから本当にこれは感謝です。感謝とお詫びですね。ごめんなさいなるほどねっていうことです。はいでなぜこんなことになったのか。 あのまあ、全ての責任はこれ共助者5人いますけど全ての責任は後書きにあるように私にあるわけでなぜこんなことになったのかをちょっとつらつら思い出してなおかつ調べました。でまず当然当たったのはこの元がどうなってるかってことですね現著ね。で現著がどうなってるかっていうことに関してえっ、ー、と現著の方ではですねえっ、ー、と13章の進撃弁別に関してはえっ、ー、と こう書かれてるんですよ、はい、でそういう意味では現状の,の方もですねあの今回の質問者のお怒りに飼いそうなですね行動よりも前に便秘主義が与えられるのにここにあるのはおかしいだろうっていう図ですね。でこれを反映して、えー、と要するにこれが作られてると、はい、これが作られてるっていうことがまず1点ですね。じゃあ一体この10章の方のはどうなってるのか。 っていうことなんですよ。で調べてみたらですね。術書の原版にですね。これないんですよ。で、このあのこの青い版のですね。行動遺入門っていうのはまあ,あのもちろんご存知でしょうけれども、あのマロット先生たちが書かれたですね。エレメンタリープリンストローズのビヘビアっていうあの教科書をあの。本案したものですね。翻訳じゃなくて翻案したものです。 でこれは次々に改訂されててこれが左から初版234567版で8版があってこれちょっと撮影するときうちに今そこにあるんですけれども今は8版まで出ていますで、えー、と私たちの本はこの第2版ですねマロット・ウェイリー・マロットのこの本を本案してるんですよ要するにあの実際のこの本ですねところがですねこれの十章にはですね この10章を見るとですね、これないんですよ。書いてない。でどういうことかを記憶を頼りに、本当に思い出しましたで。実はですね、後書きにあるように、えっと、この本自体は、えっと、セカンドエディションはですね、第2版は93年に出ています。で、実際に私たちが翻訳作業に取り掛かったのは、本案作業に取り掛かったのは1988年。 これが出る5年前なんですねだけどすで、えー、にですね88年の時点でもうリック・マロットはあのこの初版はもう使ってなくて、まあ、の島根先生がおそらくウェスタ・ミシガにいられてた頃だと思うんですけどセカンドエディションの原型となる、まあのまあ、原稿ですねであのそれをコピーしてあの学生に。 教科書で使ってたわけですだからちゃんとした出版される前の授業のプリントでそれをリバイズして最終的にこの本になってるわけですで私たちが88年にディックとマリアが日本に来た時ですね私たちがあのプレゼントを後掛けに書いてますけどねあの下すったのはだからこの本ではなくて時期から言ってもこの本ではなくてそのプリントの束なんですよでそれは私は確かに持ってました 持っっててまししたたいうのは処分した可能性があるんですね探さないと本当に分からないけど。でだからそのプリントの束この本になる前の原稿をもうあの前,あの前倒しで本案を進めてたわけですよ。で実際に最初の私たちの本案が出たのが94年で93年か93年でほぼ同時期に出てるんですよね。 つまり正確に言うとこの本そのものを本案したんじゃないっていうことですね。で実際にですね今回初めて気づいたっていうか思い出したっていうかこのセカンドエディションの表紙あの目次ってこういうふうになってて、まあ、1章から8章シェーピングでここまでは日本語版と同じなんですよ1章から8章まではね。ところが9章は要するにあの 学習されない要するにあのうこうあの講師と研師という章になってですねところは皆さんあのこの本をご覧になってください9章は教科スケジュールなんですよで教科スケジュールどこに行ったかっていうと後ろの方に行ってですね17章に霊章のスケジュールそれからあの、まあ、要するに比率スケジュールってことですよねそして18章に、えー、と時,間時間間隔の方の,あの FT とか えー、FI とか VI とかそういうスケジュール17章と18章に2つに分けてですねなってるんですよ。でも私たちこれを9章にこの章を入れてしまったってことはさっきも申し上げた通りに正確にもうこのセカンドエディションを本案したわけじゃなくてセカンドエディションが生まれる前の原稿を本案してそのままになってたということをでその時はかなり革新的にやったのか 何よく覚えてないんですけどねただしあの私が持ってるこの本の書き込みを見るとですね、まあ、実際には最終的な法案作業ではこの本を使ってる、まあ、これ93年に出てで最終的に私たちも93年に法案を最初に出して鹿版であのサントテクストというところからですね出してで売り切りで使って。 98年にに産業図書から正式に出版したわけですよだからこの本が出た93年から98年の間にリバイズする過程でいろいろあったんですけどもなぜかあのこの例えば教科スケジュールの章は元の原稿の位置に収まってるっていうことが一つともう一つ思い出しました私は確かにこの本が正式に出た時にですねこのセカンデーションが正式に出た時に 全部読んでこの10章の聖徳的講師のところのですねいわゆるあのさっきのこのこれがあこれですねこれがないっていうことに気づいたんですよそれ思い出しましたで。ないってことに気づいたんですけれども内容的にはこれは、まあ、日本の読者にあのお知らせするのは悪い内容ではなかったのとは思ったのでですね これは削らずに残したということをこれははっきりと思い出しました。はい、ということでですね。はい、というわけで大変な気づきを与えてくださったこの質問者に感謝します、はい、そして、えー、と時間軸っていうことを気にされるのであれば、えー、と前だけじゃなくて行動の起こしてる最中にも提示されてる例えばあの青信号ですね緑信号ですか実際には。 横断歩道で緑信号あれがもし便別刺激だとしたらあれは歩,い歩くっていう行動をしてる最中にずっと出てるわけですよね。でそういう意味では行動してる時にも出てることは他の便別刺激もたくさんあるので、えー、とそこを時間軸ってことを気にするんであれば直前から行動にかけてビーッと書くのがまあいいかなというふうに思います。はい、以上でですねこれは,ね、はい、では2番 えと産業図書こっちですね,ねこう 7, 7ページの覚えておくべき概念の中に受け身状態非行動は行動じゃないという記載があると。じゃで元がですね赤で書かれて,かれてるもと元の質問は「状態にはどのようなものを入れてよいのでしょうか」っていう質問でよく分かりませんでしたこの意図がね。で私がまあ 意図を汲み取るとおそらくこの直したようにですね状態とはどのようなものでしょうかということを聞きたいのかなと解釈しましたでそれでえっとお答えしますでこの方はですね「歩いているジャンプしているといったものは状態に入り歩くジャンプするは行動という理解でよろしいでしょうか?」はいでえっとその通りですもうあの理解でいいかっていう質問に関しては はい、結構ですっていうことですね。何々している何々っていうのは状態だっていうことですね。おっしゃる通りです。ただ、えっ、ー、とじゃあその何々しているっていうのはどういうものかっていうこともちゃんと考えてるのっていうことをこの質問者の方にあの逆質問したいですね。じゃあえっ、ー、と状態っていうのは行動の言葉で言うと行動のね行動分析の概念を使って説明するとどういうふうに言い換えられるのかっていうことちゃんと考えてますか。 ということですね。で、そのあたりのことはえっ、ー、と杉山の2005年っていうのは新書の方ですね。新書の37ページに書いてあります。はい、そちらも合わせてご覧いただくといいかなと思います。まあ、新書とね。この本ではこっちの方が分厚いし、詳しく書いてあってこっちの方がいいだろうって思う方もいます。けれども、こっちは98年で、新書は2005年で7年後に出てるわけですよね。で、ちっちゃくちっちゃいけれども。当然。 あのより分かりやすく書き直してるっていうこともあるわけです新書の方がねあの。これをずっと教科書に使ってて学生さんが分かりにくいところを新書で説明付け足したりなんかしてますので、えっと、これがもうこっちの方が分厚いからいいんだとか単純に思わずですね新しいい方の方を調べるっっててうこともともも大事です、はい、だからこの質問者さんにはじゃあ、えー、と歩いているジャンプしているっていうのは行動の言葉で記述したらどうなるかと。 いいうことを考えてくださいどうしても分からなかったら、えっと、道場の当日に議論しましょう。はいはい、3番、内在的強化随反性。はいね、351ページ。これも351ページは、えっと、半角で書くといいですね。だからコード分析入門は、えっと、括弧でくくるんだったら二重括弧ですね。書籍を括弧でくるときは二重括弧ですので、そのあたりも、えっと、大人のお作法として気をつけましょう。はい 望ましい行動が行動の罠にはま,はまらないことがよくあると記載されていますが行動の罠にはめる際の自然の随伴性が機能するしないは内在的強化随伴性の強弱が関わっていると学びましたとで内在的強化随伴性はどのように形成されると考えるべきかまた内在的強化随伴性はどのように測定することが妥当なのでしょうか教えてくださいって質問ですねで 2つのことを申し上げるかなということで、えー、と望ましい行動この教科書に書いてある例はですね351ページ後ろの方ですね、えー、と一番最後の方ですけれども、えー、と行動の輪に挟まれないことはよくあるとダイエットしかり毎日の適度な運動しかり論文の執筆もしっかりであると確かにダイエットあの、ね、ジョギングしたりとか運動したりとかですね、えー、と食事を決められた量の食事を食べるとかそれから、えー、と論文の執筆とかですね えっと、それらの行動には強化図違反性はあるわけです。論文の完成に近づくとかね。えっ、ー、と1ページ文字数、あの1ページ分文字数が増えるとか、体重が、0. 0.0。01グラム減るとかですね。確かにそこに。結果は生じます。行動の結果はね。生じるわけですね。だけど、それは当然小さすぎるわけです。論文全体からすれば何百字書いてもわずかな。進歩しかないし。 体重5キロとしたい人にとって0 0 1ムの減少は全然もう話にならないわけですよね。はい、累積しないとこあの機能しないとそこで最適の行動を作り出すために何らかの、まあ、行動契約が必要になってくるっていうことでいう話ですね。はい、で、えー、と望ましい行動は行動には,、ね、はまらないせっかくいい行動なのにね要するに強化されないっていうわけですよ十分な量の強化を受けることができない。でこれは確かに内在的随反性 が関わってることも確かだけど、この自然の随伴性と内在的随伴性っていうのはイコールではないと思うんですよね。例えばあの勉強するっていう行動に関して、その勉強が進むあのあの例えば問題が一問解けた二問解けたっていうあの分かったとかいうね随伴性内在的の随伴性もあるかもしれないけれども。 それはできることによって先生に評価されたり友達から尊敬されたりするっていう強化もあるわけですよねで、それは内在的随反性というわけです先生とか友達が強化をもたらすわけで付加的な随反性ですよねだけどそれは自然の随反性ではあるわけです要するに社会的な日常生活の場面で勉強行動がそう言って他者から強化されることもあるわけで、で行動の罠にはめるためには そういう負荷的随性を利用すすることとも重要だと思うんですよねでそういう意味では内在的随伴性だけの話じゃないんじゃないかっていうことです。はいこれが前半部分ね。それからこの、えー、と最後の産業内在的随伴性はどのように形成されるか。随伴性がどのように形成されるか。で内在的随伴性っていうのは。 要するに行動そのものが生み出す刺激なわあのあの行動そのものが生み出すあの随伴性なのでどのように形成されるかっていうのがえっと質問者の意図がちょっと汲み取れないのでお答えできないんですねそれからどのようにそれを測定できるかで測定するとは行動ですよね行動が増えたとか減ったとかいう話ですよね随伴性を測定するってことない ですよね。まあ踏み込んで考えると随反性が強いか弱いかっていう話をされてるのかなとだけど随反性が強いか弱いかっていうことに関しても結局それは随反性が強い随反性なんだと例えばダイエットしようと思ってもどうしても甘いもの食べるのにやめられないそれは食べたら甘いものが口の中に感じられる甘さが感じられるっていうことが強力な多分今日が随反性になっているわけですよね ですでもそれが強いっていうことがなぜわかるかっていうとそれはやめようと決意したのに甘いものをまた食べちゃうからですよね。測ってるのは行動が強化される繰り返されるとそれはやっぱり随伴性として強いっていうふうに判断するわけですよね。だから強化随伴性単体でどのように測定するかとかいう話は、えっと、どう答えていいか私にはちょっとこの質問からはわからないですね。はい 何かあの私が見落としてるところとかあるようでしたら、えーと、道場の時に声かけていただければなと思います。はい。次、4番。行動物学入門。はい。これも2つあるので、こっちは修営者の方の話ですね。どっちか、ね、ずっとあのこの本だったので、この本の2章を見たら、あ違うなということで、修営者のこと言ってるんだなということが分かりましたけど、これも、えー、と書籍のところには、 カぎ括弧二重括弧をつけるってことが大事ですね。で、えー、と前の方は、えー、と産業図書版っていうふうにこう書いてくれたわけですよ。だからこんなふうに「集英社版」って書いていただけると、まあね、同じタイトルの本作った方が悪いんでしょうけれども、まあ、あ,のありがたいなというふうに思います。はい、あのちなみに同じタイトルにあのこちらの本はですねあの著者たちがあの 「行動学入門」っていうタイトルは私たちが決めた著者側が決めたタイトルですが新書に関しては、えー、と確か「行動性学会」のニュースレターに書いたと思いますけれども「探せばあります」あの次長を語るみたいなところにですね、えー、とタイトルつけたのは私ではありません、えー、と出版社がつけました私はもっとこう柔らかいタイトルがつくのかと思ったらあの出版社がですねあの売れるタイトルを作りますからっていうふうに言ったのでなんか楽しみにしてたんですけど 出てきたタイトルが「行動物学入門で」で何ですかそれって全然頭使ってないじゃないですかと思ったんですけど、まあ、出版社としてはこれは内容を読む限りありバッと売れてねあの突発的に売れる一時的に売れる本じゃなくてロングセラーが狙える本だから固いタイトルでいくっていうことがあの営業の会議で決まったということで「はい、行動物学入門と」とただしまあ副題をつけさせていただきましたと。人の あの人の行動の思いがけない理由っていう副題ですね。それをつ,あのつ,け,てつけさせてもらいたいので、まあ、あのこれでお許しくださいというあの出版社の見解です。おかげさまでロングセラーにあのしていただけたので、本当に感謝してますけれども。はい。まあいいや、それはね、はい。セールスの話はなかなか興味深かったです、はい。そういう機会があれば一度やってみようと思いました。まあこれは,これはあのあの単なる前置きですね。はい、何かっていうと、あのセールスの電話かかってきたときに、あの いりませんいりませんとか答えずに結構ですって一言言ってそのまま受話器塞いで黙ってるで消去をかけるといいよって話ですはいあのはいでこれただの前置きねで今度は、えー、と仕事場でその産業面に話が変わりですね仕事場で子供が棚やテーブルに乗る行為ヒーを見せるのに大きな声で何とかあかんとかとか,あかんとかあかんとかってこういろいろあって奥田先生にも、えー、と質問されてるという質問ですねはいでこれ読んであの とても読みにくい文章で何にしました理解に。でえっとこれは質問者だけじゃなくて皆様にお願いだしお願いというよりはむしろすべきだということを強く推奨するんですがこれ行動の問題を考えてるわけですよねお子さんがあのお子さんってご自分じゃないのかもしれないけど仕事場だからそうですねご自分じゃないですね棚やテーブルに乗るっていう行動の問題をあの扱ってるわけですよ。 でコードの問題を考える時っていうのはいかなる場合でもですね約束事として私たちの約束事として頭の中に3つの箱を思い浮かべて考えるし書いてほしいんですよ。で3つの箱って何かって分かりますよね。はい、それが ABC であっても、まあ、直前行動直後であってもどっちでもいいけれどもあの箱を頭の中に入れてあの枠組みで書いてほしいんですね。はい 行為をるる大きな声で名前をを呼ぶと行動を止める刺激性制御が行われると思ってましたがなんとかかんとかかんとかって言ってこの,この2つ目の黄色いところにしてこれはこちらの様子を見る机登る注目を集める反応を楽しむみたいにいろいろ書いてるんですけれどもこんなことを書くぐらいだったらねそれぞれの行動の例えばえと机に登る随伴性とそのうち今度はこちらの方をちらちら見るように行動が変わってきた。 っていう,ふうに書いてあるのでそれをきちんと3つの箱でダイアグラムで書いていてほしんですよで書けば自分で答えが見つかるかもしれませんよね。だからただエピソードをダラダラ書くんじゃなくて私たちの強みは行動っっっててていいうう分析枠を持ってるっていうことなはずですだから常に皆さんもですねどんな場合であれ行動は3つの箱でこの場合の行動は何なのか。 標的行動は何なのかその後の直後にどんな刺激が出来事が起きているのかあるいは隔離操作とか弁別刺激はあるのかっていうことをせっかくのダイアグラムっていうものを作ってるのでそれ書いてくださいねそして説明する時文章にする時もそれに沿って書くと、ね、それがおそらく行動分析役道場の参加者道場生の 思考の仕組みになってほしいと思います。はい、だからこれぜひね、あのご自分の勉強のためにもこの文章を書き直していただければと思います。その3つの箱の枠組みに沿ってね、そうすると私の理解が非常に進みますので、あの楽に理解できるのでお願いして。はい。それからまああのこれに関しては実際のお答えはですね。お聞きになりたいことは奥田先生がお答えになると思うんですけれども。 あのお答えくださると思いますけどねあの私からもまあ申し上げることがあるとするとまずこの方はその机に登ることをやめさせることしか考えてないんじゃないかということに不安を覚えます。行動の抑制しか考えてとい,いうことですよね。でそれはもう1960年70年の話で、はい、今はねもうポジティブ行動支援っていってもうあらゆる場面でですね別に学校教育とかそういうところじゃなくて。 ポジティブな行動に目を向けるっていうこととポジティブな対応するあのポジティブっていうには2つの意味があるあの大久保先生も2つの意味で使ってますけれどもそのまずポジティブな行動を見つける机に登るはポジティブな行動じゃないですよねネガティブな行動ですよね一体ポジティブな行動この子供に教えるべきこの子供が身につけるべきポジティブな行動は一体何なのかっていう視点が欠けてるっていうことに非常に残念に思います。はい、道場の参加者としてはね でえー、とこれを消去で止めると机から起こってけがするんじゃないかっていうあのことを心配されてるわけですが、えー、と本当に危険だったらそれこそ他にに、ね、対処のする仕方があるんじゃないかます,ますますねまずポジティブな行動に目を向けてないっていうことが問題だっていうことと消去だけで臨床場面ではね消去だけで行動を止めるっていうことが果たして望ましいのかついこの間のあの えっとまあ緊急セミナーねあのコードルがやった緊急公開講座とかあの中でもえっ、ー、と熊先生のところかなもう消去だけではえっ、ー、と行動行動を止めるのに消去しか使わないっていうことはありえないみたいな話もされてましたはいなん要するにあのポジティブな行動身につけるべきポジティブな行動の側面をちゃんと考えてよっていうことですねはいまず二つのことをこの方には申し上げたい常に三つの箱で考える で頭の中ご自分の頭の中を整理するそして3つの箱を意識した形でちゃんと文章を書けるように質問を書けるようにするっていうこととこの問題に関してはそのポジティブなビヘイビアそっちも見てくださいっていうことですねはい以上です、はい、それから5番ですねはいこれ非常にシンプルな質問ですグラフが複数の場合1ページにまとめた方が良いですか <laughs> とてもシンプルなのはありがたいんですけど 答えられないですよね。でむちゃくちゃ忖度すればですね行動のグラフ行動を測定してそのグラフを横軸に時間軸をとって日日とか1週間とかね横軸に時間軸をとって縦に行動の速度を、ね、あの回数とか時間とかいうのをとった場合に1ページにまとめた方がいいか。つまり何日も何日日ももあの たくさん、ね、あの連続して取るともう例えば A4 番横にしても書ききれないっていうことがあるっていうことを言ってんですかね多分ねはいその時には、えー、と1ページ目2ページ目っていってめくるのと1ページにまとめたのがどっちがいいかっていう話、はい、で行動のグラフっていうのは私たちはグラフをグラフでその行動を測定してグラフに書いて そして介入して行動の変化を見るわけですけれども介入効果を見ていく時には私はまずビジュアルインスペクションっていうのをやるわけですよね目で見てまずその効果を確かめるっていうことをするでその時には当然1ページにずっとつながってる方がですねその変化見やすいのが当たり前の話で1ページにまとめてください、はい、よく昔があの私もね学生に自分実験の授業であの宿題を課題を課してた時にはもうあの 3ヶ月ぐらいデータを取る人もいるので A4 横1枚でも収まらな場合にはあの3枚の紙貼り付けて持ってきてっていうふうに言ってましたね。はい、でそ,れそのことに関してだったらまあ今のようにお答えします。でも質問者の方はあの何を質問してるかこれだけじゃ分からないのでね、はい、あのそうじゃなくて別に聞きたいことがあったというんであれば、はい、あの道場の時にあの現場で捕まえていただければなと思います。 いずれにしてもこれはあのシンプルすすぎる質問ですねもうちょっと何を意図しているのかっていうことをきちんと書いていただけるとより良いお答えができるかなと思います。はい、6番「正徳的行使と中性刺激の推定時手続きによって,やって中性刺激が習得性行使になっていくと。はい、で価値変容が起きて。習、は、得、い、性行使のみで行動が強化されるか否かの見極め方はどのようなものですか 見極め方、はい、つまり習得性行使今までは行動に何の影響も及ばさなかったニュートラルな刺激が習得性の行使になったというのをどうやって見極めるかっていうことですね。でこれはもうあまりにもシンプルな質問でっていうかあの初歩的な質問でもしかするとあの本当は聞きたいことは違うのかなっていう気もするんですけどはい。 強化されたか否かっていうのは、習得性講師で強化されたか否かっていうのは行動が増えたかどうかって見極めるしかないんじゃないかと思います。はい、強化っていうのはえっと定義にはですね、二つの側面があります。まず手続き、要するに行動の直後に講師が出現したりとか、行動の直後に検視が消失するっていうあの手続きのあの側面ですね。講師を出現させることをまあ、強化と言ったり。 検証されることを強化って言うわけですねだけど一方で強化っていうのはもう一つの意味があって行動が増えるって意味があるわけです行動のプロセスですねこう増えていくっていうそれも強化というわけですだから行動が強化されたかどうかっていうのは行動が増えたかどうかっていうことで見るというのがまずはオーソドックスなはい初歩的なお答えですそれ以上の何か質問の意図があるということであれば えっと、道場の時に捕まえてお答えいただければ、あの、あの、教えていただければ、また議論しましょうということですね。はい。七番。はい、悪とですね。はい、回避行動について。回避すればするほど不安や恐怖は増増大すると。クライアントに説明していると聞きました。うん、なるほど。はい、措置の随反性で、回避行動。が強化され続けることは理解できますと。そして、オペラント行動の増大のほか。 嫌悪刺激自体の嫌悪性が高まるといったことも起こるんだろうかと疑問に思いましたと。と関連する文献をご存知ですね。はいでしたら教えていただきたいです。これ、島宗先生もあのお答えになってました。けれども、はい。まずご自分で調べましょう。っていうことですよね。で、このあの論文にはこんなことが書かれてます。で、こっちにはこう書かれてます。この違いは何ですか？とかね。そういう質問だったら喜んでお受けします。 でえっと、論文の調べ方は島宗先生の方の動画をご覧ください Google スカラーっていうのをですねで調べればいいわけですねで英語の論文だったらどうしようそれも、えっと、島宗先生はあの名前おっしゃらなかったけどというあの翻訳アプリですこれは道場の Google クラスルームの、えっと、私のところにですね Google あの,の DeepL のリンクを貼っておきました ででですのの無料で使える非常に精度の高いこれ去年も話しましたけど去年の質問の時にも言いましたけど、はい、ディープ L で、はい、あのまず読んでみて、はい、そして積極的にですねあの読んだことをあの道場で議論できれば素晴らしいあの道場になると思います。参加される方もですねからあの質問される私たちもですね非常に有意義な時間を過ごせると思うのでまずはそういう文献あのはい。 調べてみてみくださいっていとうこでですすねね、はい、番エカード・ペックスです、ねはい、アンディ・ボンディとフロストのこの本読んで、えっと、シンボルの上にエカードはですね、えっと、アンディたちのエカードはシンボルの上に文字刺激があると一方ドロップトーク私は知らないんですけどエ,コードはエ,エカードはシンボルの下に刺激があると、はい、なぜ下で文字が,あの、えっと、文字が上なのか って聞かれても私に聞かれても困るんですよ、ね、あのまずかあのこの質問者が考えるべきことはアンディに聞いてみるっていうことがまず一つとからもしこれがね意味がある違いだとしたらどういう意味があるのかっていうことを自分で考えてみると行動学の枠組みでね上にあることの意味下のあることの意味それが行動し言語の獲得に あの何か効果があるのかどうか上の方がいいのか下の方がいいかとかねあるいはそんな論文があるのかどうかとかいうのをやっぱりまず自分で調べてくださいよなぜあのアンディが、えーとはい、文字が上に書いたのかって聞かれてもね私に聞かれてもあんまり生産性がないですよね、はい、まずご自分ではいあの調べてみてそして考えるってことですね上に書くあることと下に書くあることとに何か違いがあるのかとね子どもの 言語の学習に、あの、どっちが効果があるのか、あるいは関係ないのかと。いうこと。はい。あの、文字学習のところでね、いろいろ、はい。提示の、確かにね、刺激の。あの。認知心理学者にとってはね、文字は文字なので、どこに書いたのが関係ないだろう。けれども、かもしれないけれども、まあ、行動分析学やってる人間にとっては。文字の大きさとか。それ、それはどこに書かれているかっていうのは、ものすごく刺激として。あの。意味が。あるわけですね、違いがある可能性があるので。 ととも調べていいいいただければなという,ふうに思いますはい、それから9番これとっても、えー、と長い質問だったら聞きますね、はい、小学校支援学級在籍の1年児童のんとかかんとかかんとかとかんとかって話ですねでこれも新宗先生もあのおっしゃってましたけれども、えー、と質問ではしてはいけませんっていうふうに、えー、と校長先生の奥田先生からですね指示のあった、えー、と禁止事項の教育相談ですねこの辺りはね 全だから3人に書かれてるわけですよね。はい、ということですね。はいはい、逆にあの自分がねあの、えー、といろいろやってみてあのこんな違いが出てきたとかねデータ取ってみてこんなふうになってるけれどっていうふうにそういうふうに見せてくださるのはウェルカムですもちろんね教育相談じゃなくてね。はい。はい。はいはい、次10番。はい、でこれもですね とても長いあのとても個人的なご相談があってそこのところはあごめんなさい、えっと、割愛します、はい、やはりあの教育相談に近い状況ですので、ねはい、それは、えっと、割愛しますが後半は島宗先生も答えてましたしこれはあの後半は面白い議論なので、はい、あの答えさせていただきます嘘をパーソナリティじゃなくて行動として捉えイを込みが必要じゃないかとはい これは非常に重要ですね、はい、ついでに言えばパーソナリティっていうのも行動とととしてて捉えることもとても重要ですねで実際にこれはもうすでにあの佐藤雅也先生がですねパーソナリティを行動的にあの捉え直すっていうことを行動分析学の枠組みであの捉え直すっていうことを、えー、とされてですね多分論文にももうなってるはずです。是、は、非、い、ご覧くださいはい。 で嘘をつくっていうこと自体がその嘘よりもその何を言ったかっていうことが行動そのものが重要だって嘘をつくったらある非常にアバウトな言葉じゃないですか、ねはいで,あのであのその辺は島根先生がお答っになってたんですけれども私の多分ですね答える観点はですね、えー、とまずその島根先生が嘘をつくっていうふうにあの標的行動を嘘をつくっていうことを標的行動するのはよくないよ っていうまこともおっしゃってましたよね。はい、それ何なぜかって言うと何をもって人々がですね。それは嘘だとある人の言語的陳述をですね。嘘だと判断するかっていうのはですね。実はですね。あるいは当然と言うべきかもしれませんが、人によって異なるんですよ。はいで、実際はですね。島村先生もちゃあのちょっとあの答えたらしちゃいましたけど、あの佐藤先生と私とで,ですね。あの、もうあの？もう 本にしてますそれははいでえー、っとはいそれはですねえー、っと論文になったら実はこの本でえー、っと「ビヘビアナリストランゲージアンドコンギニション」っていうところですねはいあのまあこの四人があのエディターになってえー、っとまとめたものですでこれクラスのグーグルクラスのものに書いておきましたけれども実際には千九百九十二年に開催された日本でですね 日本のあの富士桜荘というあの富士山のすすので5泊もいいからとか6泊なのかであの開催されたクローズドミーティング誰が参加したかもクラスルームに書いておきましたで、えー、と1人 1, 1時間トークをして1時間ディスカッションをするっていうのをなんか5日間ぐらいやるというような、えーとまあ、会議でしたねクローズドでそこの、えー、と第10章にですね、まあ嘘をつくっていうことでえっ、ー、と もう論文を書いてますので、これをあの是非ご覧ください。そして、えっ、ー、とさっき言ったようにですね。嘘つくってのは人によって判断違うんだよ。っていうのを実際にこれデータを取ってるんですよ。えっ、ー、と私のクラスでですね。で、例えばですね。これどういうことかっていうと、ふまあ、ふあの2つや,のやったんですけれどもまあ、1つはですね。ある人がえっ、ー、と,、えーと,えー、とこっちがそうですね。えっ、ー、と,、えー、と雨が降ってる時、実際に外であの雨が降ってる時にですね。 ある人がえっ、ー、とそれを知ってると雨が降ってって分かってたと、そしてえっ、ー、と誰かに他の人にですね、今雨が降ってるよって言ったと、It is raining now って言うんですね。今雨が降ってるよっていうこれが嘘かどうかっていうことを判断するわけです。来嘘かそれからノ乗ったら嘘じゃないあれはどっちでもないわかんないっていえっ、えー、と四見法で答えてもらったわけですね。そしてさ当然一番の場合は外で雨が降ってるかあの実際に降ってるわけですよ。 そして今雨が降ってますよっていうふうに言うのは、まあ、みんな100%の人がこれ嘘じゃありませんって答えるこれはわかるよねところがねこの時にえー、っとあの外で雨が降ってるって分かってるところが誰かにいや今降ってないよっていうのは嘘かどうかで94%の人は嘘だと言うけどもいやそうとも言えないどっちとも言えないっていう人が6%いるんですよこれなんですよねです それ不思議なところなんですけれどもさらにですねもっと分かれるのはこれですね3番ですねある人が本当は降ってんだけど本当は降ってんですよだけど分かんなかった例えばもうあの窓もないような部屋にいてあのカーテンもしまっあの、まあ、窓がないねあの要するに降ってんだから分かんない外が分かんないから、えー、と分かんない状況でなのに降ってるよ 例えばなんか天気予報を思い出したかね分かんないけどあの今降ってるよって言っちゃったのこれを嘘かどうかと66%の人は嘘だこれ実際に降ってるんですよ事実としては雨が降ってるだけど本人はそれを確かめてないのに言っちゃったらそれは嘘かどうかと66%じゃ嘘だっていうわけですで22%は嘘じゃないっていうわけですで13%はどっちでもないってことあるわけですね ことほど左右にででですすねいいいろいろ後を読んんくださいあの、はい、判断が違うんですよでもう一つのね、えー、と質問はですね、えー、とこれはパーティーに誘われて「あじゃあ,あの私も参加します」って言った時に「参加します」って言っといて実際に参加した場合これはもちろんノットアライですよね嘘じゃないですよねところが2番「行くよ」って言ったくせに行かなかった。 これ嘘かどうか45%したらうって言うんだけど29%したら嘘じゃないとでどっちでもないっていう人もいるし分かんないってい人もいるわけですよこれが皆さんぜひこれあの,あのご自分の答えと照らし合わせてみると非常に面白いと思いますけどね、はい、そしてこの論文ではもう一つ面白い今度は実さっきは調査ですけども実験をやっていてこれ大学生4人をですね被験者に使って あるコンピュータースクリーンを前にしてですね、計算問題をやってもらうんですよ。簡単な暗算ができるような暗算で,で答えられるようなあの計算問題式が出てきて答えをキーボードから入力するっていうことをやるんですね。そしてえっ、ー、と嘘をつくような随犯性を作るわけです。でえっ、ー、と最初はあのあのまあ終わった後にねあのまあ、謝礼を少しはお金を渡してたんですよ。ところがあの。 最高してですね、あのよし、まあ細かいことは言いませんけれども、嘘をつけま実際にやった数とで,で最後にですね、すあなた何問解けましたかっていうことを聞くんですよ。で実際にもちろん実験者は裏でですね、実際にこの人が何解いた数は分かってるんですよ。分かってるけど本人に報告させるんですよ。でその報告数に応じてお金払うんですけど、実際にやった数と報告した数のがズレがあればあるほど お金がたくさんもらえるる性を設定すすとですねあのこれがあのレインフォースメント・オブ・ライングっていうんですけどここでバーンと嘘つく人が出てくる,るんですねでまさか私はですねこんな人がいるとは思わなかったんですけども嘘つかないだろうと思って大学生でねだってそんなのきっと心理学の実験なんだから調べられてるのバレバレだっていうふうに思うと思うんですね普通はね <laughs> だけど嘘つく人がいるんですねでつきっぱなしでもないんですね嘘ついたり,正直に答えたりっていろいろこうないんですねつきっぱなしでもないんことも あってですね、こういった実験研究も、えー、とやりましたっていう話ですね。と、はいう話ですね。だからうその研究は行動、えーま、分析の枠組みで、えーとま、さっきの調査研究これ実験研究で実際にこの本に書かれてるのはそれを元にしてですねだから、えー、と基本はこのチャプターの基本はです、ね、あの概念分析があの中心ですけれども興味ある方は是非あの読んでいただければと思います。 11番「瑞範性とは縁である」これはスキナーの追悼号で佐藤雅也先生が書かれたまあ1枚の詩のですよねあの、はい、三分詩みたいなものですねはいでどのように説明される,する,で,されるでしょうかって私実はあのこの話を学生にしたことはありません学生にも小学者にもしたことはないので、えー、とどのようにも説明してないですね まあ、あの,ぜひあの質問者さんのですねはどういうふうにあのこれを解釈してるかっていうことをぜひお聞きしたいと思いますそれで、えー、とぜひ議論できればいい面白いなと思いますので同時はお時楽ししみにしてます、はいまで、えー、と杉山先生が今興味を持ってる研究、はい、今本当に学務とか忙しくてそもそも私はですね、えー、と次の3月で定年政策大学大学院を定年退職します。でもとにかく私のの目下のあの 関心事はですね今いる学生をとにかく全員終支取らせるって,ってね、あの積み残しなくあの留年してる人もいますので積み残しなくあのとにかく終了してもらうのが大事なのではいえっとそれがしあのそっちの班には注力してるってことですね。そうは言いつつ、えっと、やってることが今2つあってで1つはですね えとまあ、去年から続いててまだ終わらないんですけれども日本におけるその応用行動分析薬 ABA のですねあの実践者の実態というのをあの明らかにするということをあの共同でねあの取り組んでるで、えー、とまずその質問視聴者の方は終わったのでそれを分析するということとそれから、えー、とインタビューに応じてくださる方に対してね あのそれを行うっていうのがまあ今年度の、はい、取り組むべき課題というのが一つですね。でもう一つはですねえっと行動安全にあの関わることであの例えばねあの工場であのラインでいろんな作業をしているときにあの不良品を見つけるっていうあの大事な作業があるわけですよ。で工場でラインで商品あのあの製品が流れてきたときに不良品があったらそれ取り除いたり。 なななんか直してしなきゃいけないわけけわですよねでその時にベルトコンベヤーって動いてるわけですからうっかり手をあの出しちゃ怪我する危険があるので必ず作業手順としては1回機械を停止ボタンを押してそして不良品を取り除いてそしてボタンをもう1回押して再開させてやるっていうことが作業手順としてあるわけですよ。ところが実際の現場ではやろうと思えば 動いてるところにパッとで手を出してそれを取り除いたりもできるのでねみんなついついそれをやっちゃうわけですよ。で実際に真面目にですねあのそれを機械止めたりするとあのそもそもやっぱり止めてる時間作業がストップするのであの生産性が落ちたりあるいはあの仕事時間が長くなったりとかあるいはもう止めた瞬間にもうあの同僚から舌打ちされたりねんで止めるんだみたいな。 感じで非常にこうネガティブな反応を受けけるわけですよそれで作業手順を守るっていうことをだんだんやらなくなって手をうっかり出すんですねそれをまあ,あの業界ではちょこてってちょこっと手を出すっていうことでちょこ手って言うんだそうですけれどもあので大抵の場合は何でもなくまあうまくいくわけですが場合によってはですね大けがをしてもうそれこそもう手を切断したりとかですねそれから働けない状態になったりとか。 あの下手するるとあの死に至だから起きる確率がパニシメントを受ける確率はものすごく低いわけです確率的には低い。だけどもし起きたら大事故につながるっていうような行動をあのなぜ起こるのか、まあ、非常にこう現場では頭を痛めてるわけですね。で、えっと、それは基礎研究をやろうとしてるんですけれども。あの なぜチョコテが起きるのか、どういう条件でチョコテが起きるのかっていうことをあのシミュレートしたですね、あのコンピューターゲームみたいなものでえっとまずそのチョコテが起きる要因っていうのを探る実験をやってます。で今パイロットの実験がこの間データ取り終わってあのまあ、そろそろあの本番に向けてあのやるっていうところまで来てます。あのその時にはもしかすると皆さんに被験者をお願いするかもしれませんがよろしくお願いしますということですね。 最後質問はありません、えーと。大学院のゼミでご指導いただいてますよね直接質問させていただける環境になると思います、あ。そうは言わずに是非ね質問していただければ嬉しかったんですけど。はい。じゃあ、えー、と私にいただいた質問は以上でございます。で途中でも言いましたようにこれは行動分析学の道場ですよね。だから大事なことは行動分析学的に頭を使う行動分析学的に考えられる。 よううになるっていうことがといこがても大事だと思いますだからあのさっき言ったように、ね、常に行動の問題がかったき特にね私たちが共通言語であるのは随伴性ですからねとにかく随伴性に沿って説明をするということをぜひとも心がけて頂ければいいなというふうに思います。で質問するっていうことは、えー、と皆様の質問っていうのは私が答えるっていう行動の弁別刺激になるわけですよね。 だから、私から望む答えを引き出せるような質問をすることが大事で、皆様の質問行動にとっては私の答えがまあコンセクエンスになるわけですよ。で、それがやはり自分の望むような結果を得られるような質問行動をするっていうことはとても大事だと思いますね。だから、あのこっちがあの読んで悩むような質問っていうのは私に対して失礼っていうだけじゃなくて。 皆様が望む答えを得らられないわけですからね質問ってある種の,、ま、あの、質問ってのはやっぱりマンドなわけで、ね、マンドが強化されないっていうことですから、あのその質問行動っていうものも、あの随このような随伴性にさらされてね、ブラッシュアップしていただければいいなというふうに思います。はい。それ、あ以上ですって言いたいところですが、えっ、ー、と、島宗先生からの宿題がありましたね、そう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 。 島宗先生のところでやってたところの、あの、なでしたっけ。えっ、ー、と、逸脱行動の話ですね、えー。はい。で、これはこの論文です。島宗先生がおっしゃってた。あの、僕の一年後輩とかおっしゃってたんだけど、一年どころか、もっとずっと後輩だと思うんですが。えっ、ー、と、実際にこれはですね。この実験をしたのは。この宮崎、第二著者の宮崎義彦と言います。宮崎義彦さんっていう人で。彼の。えっ、ー、と、卒業論文ですね。 でそのスーパーバーズしてたのが当時研究生だった望月要先生今帝京大学にいらっしゃいますね。はい、で宮崎さんは、えっとまあ、佐藤正也先生のところのゼミに所属してあのこの論文書いてハトでそのトウクンの教科ができるかどうかっていうのが、えっと、投稿されててあのここにですね、はい、あの日本あの高度無線学研究の91年。 6巻の2号77ページから90ページにもちろん無料で読めますので、えー、とぜひともそれをご覧ください。でここのところにはあのこれ幸い日本語でも読ますからね序論の,のところで、えー、とトークンの研究はチンパンジーとかだったでもうやられてるよとかねチンパンジーとととかかかってこういうふうにありますしえっ、ー、とえっ、ー、と実はですね、えー、とトークン条件強化しにして弁別課題を使ったのは犬とか猫でもやってるよとかいうとかですね。で最後の方にえーと アライグマでしたっけみたいに島根先生がおっしゃってたのはおっしゃる通りアライグマで、えー、とそのアライグマの実際の実験はですね「The Misbehavior of o g i s m ってあの古い論文ですね1961年のブレランドブレランド、はいはい、の書いたこの「ミスビヘビアをオ,オンにしますっていうアメリカンサイコロジストに載った論文ですこれもあの読むことができますのであのディープエレを使ってねチャレンジしていただければいいなと。 いうふうに思います。はい、以上でございます。はい、長時間ありがとうございました。道場でお目にかかれるのを楽しみにしています。では、失礼します。